OPEC 石油輸出国機構の一部の加盟国がロシアなどの非加盟国で構成する OPEC プラスの原油の生産計画からロシアを一時除外することを検討しているとウォールストリートジャーナルが31日関係筋の話として伝えました。 EU によるロシア産石油の禁輸を含む追加制裁でロシアが増産できなくなるためとしています。計画からロシアを一時除外することでサウジアラビアやアラブ首長国連邦などは生産目標の達成に向けさらなる増産に動く可能性もあります。